車躊躇なし、左右の連打で前に出る。チャンピオン防戦一方、こんな溝落ちを叩かれると。ソーラープレキサスブロー、ありゃ効くぜ。ソーラープレキサスってわけか。違うな、おそらく今指示されたことを遂行してるだけだ。ゲロ道ゲロ道なりに。そう、苦戦してんじゃんかよ。何やってんだ、かませ相手に苦戦してんじゃん。ホープじゃないか。頑張れハンマー、道。ずっと追いつけるように鍛えに鍛えて、自分にできることは全てしました。強くなった、本当に。僕のことを慕ってくれて。でも、君はまだ知らないことがある。よっと、追い詰めてるのは君なんだ。面から言ったら何があるか。入れ替えて。余裕ぶっこいてんじゃねえよ。余裕じゃねえ、なしの打ち合いしかねえと判断したんだ。だからこそ今までの相手はこれで倒れた。どうだ、あのアッパー見ても前に出るのかよ。ヤイさん望んでいるんだ。この試合が終わればうのうちは倒すことだって夢じゃねえんだ。どうだ、効かないのか。この人には自分のパンチが通用したんだ。やっべえ、もっと厳しい攻めに耐えたことがある。リゾーチ入った。キャンセル。耐えに耐えてついに爆発。一撃で流れをひっくり返す。だけど僕はそれをバネにできた。ベルトを負けたのも、あの遅いはずのボディブロー一発で、しかもあの苦しみ方。なんだ、バケモノめ。やっぱりすごい。この人を目標にして本当によかった。無事一歩が最終目標だった。あの苦しみ方、間違いなく肋骨は砕かれた。立つぞ。なお、おめえはまだマグノージさ。ボクシング始めてずっと心配かけたけど、対するよ。ナオしていた。そしてたどり着いたセブン、タイトルマッチなのだから。勝ったー。バレーナオ、いつもとすごいんだ。手が見えないくらい速くって。さんを自慢するけど、私はあんたを自慢する。すごい人と。観客はゲロ道が立ったことに驚いてるが、一歩のやつ俺にとっても成長できるいい機会やさ、という課題を克服せねばならん。ボックス。よっと、なんとトウが前に出た。これも冷静にブロック。ゲロ道、一歩に教わったパン。踏みとどまった。リバー直撃。無情の連打。憧れていました。つけてください。うちに外貨が上がりました。同時に日本フェザー級タイトル。後輩を殴り倒して後味が悪いか。戦車に勝てて今はホッとしています。ピオンの勝利者インタビューです。どうでしたか、元ジムメイトとの対戦は。道も頑張ったよ、本当。ああ、もうやりたくないですね。それは僕がそうだったから。僕も一度負けて今日よりずっと強くなっているはずですから。すみません。でも試合も終わったし。何を話すつもりじゃ。勝者が敗者にかける言葉などこの世界にはないのじゃ。帰ったら2、3日休んで必ず精密検査行くんだぞ。おめえの気持ち伝えられたのか。わかりません。あの幕の内一歩と全力で打ち合えたんです。あ、まるで次もおじだみてえにシャキした顔しやがって。行くべ、なお。母に、母にずっと強くなってるはずだって。経験者の言葉だし、やめられませんよ、ボクシング。マグノージ先輩、先輩、先輩。いいのか。はい、自分はこれからも追いかけていく。先輩の後ろ姿をずっと
強くなってた。水落ちは効いた。どうしたのワンポ、どうして合宿なんだよ、俺たち3人で3日間休んでろって言われたろ。ワンポはお前の身代わりだ。ワンポ、おいおい、どうしたしけたつらしやがって。いかないんですか。おりゃー、どけどけどけ、おりゃー、立っちまったからな。でもさすがですね、ああやってジグきついのは望むところですよ。わざわざ厳しいジムを選んだんですから。僕知らないと。すいません、なぜここにいる。さあ、人違いじゃないですか。あ、幕の内さん、ボールを。いやー、本当に偶然なんですよ。なにハチ、なんでここに。まったく、愛も会長の親友で現役時代は互角に渡り合ったっていう猫田さん。俺らも戻ろうぜ。いやー、本幕の内さん立派に戦っただ。戦士にも休息は必要だ。どう考えてもこっちが目当てだろう。ですね。今日はありがとうございました。なんだよ改まって。やるのはこれからだぞ。え？部屋は2つ用意してある。そういうことだ。違いじゃないんですか。私はてっきりトミコさんと同室だと思ってて。じゃあ、気持ちいいですね。ええ、何もないですよ。さっき光ったんです。丸い光が見えた時は海辺に近づくなって、進まなくて、怖くなって。やめてください。いい話をしてしまった。綺麗。決めた。あげんなよ、匍匐前進だ。海辺のカップルは無防備だからな。やすやすと近づけるぜ。だ、大胆だな。参加してんじゃねえよ。どうする。なんで。はい、覚えてろよこら。どうするんだ。で、スケベだよは。あれ、てっきり一緒だと。なんだよワンポ。あれ、もうやめろ言うんだ。好きです、クミさん。覚悟を決めるんだ。仙道さんや伊達さんのパンチに比べたら、今からちゃんと言いますから。こういう時はどうすれば。本当はですね、一番最初に会ったのはなぜ通ったのかというと、幸せになったからであり、ずっと好きでした、クミさんのことが。前置きが長すぎた。ずいぶん飲まされてたからな。ついに大人になったな。は？照れるなって。あのですね。ええ、感謝してるだろう俺に。いることなら復讐だ、高村の野郎。やられるかといって闇討ちしようとしても。そのな、そのでかいやつだ。は、はい、捕まえました。あほうがバカ野郎。カニは美味しいかもしれねえじゃねえか。板垣と木村のスパーか。ああ、出たが、どうしよう。謝れなければ何かしら褒めるとか。褒める、褒め言葉を。青木と気にしてないっすよ。え、それより陣中見舞いなんすけど。ああ。
さあ食え、特大船虫入りのおこ半分こしようぜ。あるな。まさかこんなことあるわけないっすよ。左か右か、どっちに入ってるんだ。こっちだ、間違いねえ。じゃあロースちっちゃい方。復讐だったのに悲しい結末に終わった。